たけしの部屋、ティースタイル26テニスクラブの住江です。いや、トレーナーの西丸太一コーチ来てもらいました。お願いします。最近ですね、ジュニアの子で、ジュニアで、よくこう走り方が、そうです。ちょっとこう、うまく走れない、うまくこう歩き方がちょっと気になる子がいるんですけど、なんかそれって、なんかこう、蹴れてないとかっていうなんか原因ってあるんですか？そうですね、最近のことが特になんですけど、裸足で歩く習慣がなくて、足指が使えてなくて、足指でグーチョキパーができなかったりとか、うん、まあ、全く動かない子とかは、グーシでできないとか、チョキスができないとか、うん、パーはもっと難しいっていう子が多いので、そこを直していければ、ちょっとは改善するんじゃないかなと。そうすると、ね、こう足が速くなったりとかもする。そうですね、あと踏ん張る力ができるので、しっかり止まれ、横に止まれ動作とか、はい、あとしっかり掴むので、キル動作が強くなるとは思います。じゃあちょっと、石丸トレーナーに、どういう風に、トレーニングしたらいいか、やってもらいます。座って、最初グー。グー。チョキです。チョキは上と下。で、しっかり開きます。で、パーはしっかり指も、この間、広げて。パーします。グー、チョキ、パー。で、今全く広がらないんですけど、広がらないときは足の裏から指をしっかり握ります。はい。で、握り合いをするようにしてこんな感じですね。おー、あ、もう指、手の指を全部足の指の間に入れちゃうんですね。で、これで両方の手と足の指で握り合いをします。はい、力強く、注意力で。すると、この刺激が加わってめちゃくちゃ痛いです。うん。かなり痛いと思います。準備からぐーっと握りやっこして、力抜きます。力抜いて、もう一度ゆっくり10秒ぐらい、ゆっくりぐーっと握りやっこします。で、小指まで力入ってるかなって確認しながらですね、はい、やっていきます。指に力を入れる、まあ、刺激を入れる。そうですね。指に痛みを覚えることによって、ちょっと神経が復活するので、それなんでその足の指のその力っていうのが弱くなってるんですか？昔はもうそもそもこうやって裸足で歩く習慣で地面を掴まないと歩けなかったんですけど、はい、最近のことが靴を履く習慣が特に多いので、うん、こういう歩く時にこうペタペタ歩いても特に何も違和感がなく歩けてるっていうのが一つあると思うんですけど、はい、全くこう握り力が弱くなってくると。こうずれたりとか、グッてここだけ踏まれないのでずれていったりとか、ここもこう踏まれないので捻挫する力、捻挫する力に耐えきれなくなって、こうガンっていっちゃったりとか。それで靴にも原因があるってことですか？そうですね、靴というよりも指が使えないことによってのが多いと思うんです。靴は進化してるんですけど、はいはい、指が使えてなくて、靴の進化ばっかりで自分の力がなくなってるっていうのがあるかなと思います。なるほど。次、握り合いコストですね。次、指を大きく上と下に横に動かしていきます。これ避けそうだなっていうぐらい大きく動かしないと痛そうですね。そうですね、痛気持ちいいぐらい大丈夫です。で、掴むときにこの指の付け根をしっかり掴むと大きく動かしやすいので、うん、こう掴むようにしていきましょう。で、終わったら次の指ゆっくり大きくしていきます。上と下です。ああ、もう全部の指にこう刺激を入れていくんですね。刺激を入れてこうやって動くんだよっていう力とかを覚えていきます。で、小指とかは内側に向いてる方が多いので、これはまっすぐ自分の力でまっすぐ揃えて指に上と下に、あ、横になりやすいんですね。そうですね、こう内側にこうやって丸くなっちゃいやすいので、これを戻していきます。お、力を戻して上と下にこうやって正しい動きをさせることによって、この、うん、筋肉が動いてくるので、しっかりと戻るようにしていきます。はあ、で、これも大きく。これを大体2周ぐらいやったら、うん、横に大きく開いていきます。これも付け根からですね、指を開いていきます。3秒ぐらい大丈夫です。なかなかこう足の指を触ることってあんまないですもんね。そうですね、ほとんどないと思います。ただ足の指もそれだけ大事なので、うん、歩くときも使いますし、踏ん張るときも使うし、うん、何するときも足の指ってかなり使ってるので、うん、そこの手を合わせていくのも大事かなと思います。確かに。
って何て言ったら3秒から5秒に上げてるとか5秒から10秒に上げてるとか意識を動かすことによってさっきのグーズリとかができると踏む力、踏ん張る力とかもついてくると思う、うん、それだけでさっきとグーズリとかやってもちょっと動きやすいので自分の時に動きやすいので、はい、それをしっかりと継続していくことが大事かなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。はい、西丸トレーナーに、トレーニング、まあ、まずはこう足手の指と足の指で、掴み合いをするで、今度は足の指を上と下上下動かす、で今度は左右広い指、例えば足の指を、自分で刺激を入れていくと、はい、もっと足が、まあ、速くなったり、あと怪我予防、怪我予防ですね、今なんですよね、はいはい、なると思うんで、ちょっと皆さんもよかったら試してみてください。やってみてください。こんな感じ。チャンネル登録お願いします。